東京マーケットワイド生放送でお送りしています。では続いては茅場町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井洋三さんに伝えていただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。うわ、いい天気ですね。そうですね、いい天気ですけどかなり暑いです。暑いそこへ移動するまで大変だったでしょそうですね、ちょっと遅れそうになって走りましたけども 汗だくになりそうですよね。あ、気をつけてください、あんまり走らない方がいいですよそうですね、もう、はい、なんか土日よりも少し温度がもう一段高いとか言われておりますので。そうですね、ね、一方で大雨災害、そしてこちらはもうカンカン照りという感じです、ね、ちょっとね厳しいですけど、相場の方はまあ、はい、そこそこしっかりの展開ですかね。はい、どうぞ。はい、はい、アメリカの方ですね、まあ、米国株が反発しまして、まあ雇用統計、先週末の雇用統計が、まあ市場予想を上回る 22.2 万人増と、前月比でですね、ということで、まあ、それが好感されて、まあ、米国市場が上がって、まあ、金利も上がってですね、まあ、円安にぶれました。円安方向に触れたことで、まあ、それをまあ素直に交換する動きが、次第に出てきて、東京市場、株式市場ですね、じわじわと上げ、つつあるという状況です。今週はですね、12、13日に、アメリカのイエレン FRB 議長がですね、まあ、議会証言を12、13日と行いますので、まあ、そちらの方、まあ、資産縮小の開始時期というのが非常に注目されるところで、まあ、9月になるのか12月になるのか、まあ、大方は12月からというふうに見てますけども、9月という意見なんかもありましてですね、うん、まあ、こちらの方早まるようだとまた株式市場はそれを警戒する。でないし、まあ、景気にも配慮を強めるとですね、逆にその、まあ、景気の先行きに対して不安になるということで、非常にちょっと神経質になるような、まあ、イエレン議長自体もですね、神経質なになって、まあ、いろいろことを選んで発言をするんだと思います。はい、はい、14日今週末にはまあ先物オプションのですね、スキュー算出日もございますので、まあ、そちらの方に向けて、途中その議長発言によってですね、円相場とか米国株ぶれればそのある程度その揉み合いを想定してポジションを組んだところですね、そういったところがちょっとこう、ポジション調整の動きも出るかもしれませんので、若干ちょっと上下振れる可能性もあるかとは思います。はい、はい、さてニューヨーク株の動きなんですけれども、いつも見ていただいてますが、まあ、引き続きちょっともたついてますけども、高値圏でしっかりした動きと言っていいでしょう。一方ハイテク株比率の高いナスダック総合指数、こちらの方はこの75日線あたり接近して反発という形でございます。うん、このような形ですね。まあ、ちょっとこの調整色は強まっているんですけども、まあ、こちらの方も、まあ、とりあえずは IT 関連株ちょっと戻りをまた、利益確定より出るでしょう。またこの辺で値固めの動きかもしれません。はい、半導体株指数も2段に下げという感じになって、反発に先週末反発に転じたという感じでございます。円相場の方はですね、こういった形で例えばこの118円からこうずっとこう結ぶ、まあ、ちょっときっちりは結びませんけど110円結んだ線をちょっと上に抜いてくる形になりまして、まあ、移動平均も修練してですね、揉み合い離れという形、円安方向への動きがちょっと強まっているというところでしょうか。日経平均株価の方はこの 19,600円から800円にかけて、500円から800円にかけてですかね、まあこのあたりになるとやっぱりちょっと下げづらくなってきて、先週末ちょっと下に行きそうになったんですけれども、まあ大引けちょっと戻してですね、今日は円安交換してこの25日線上2万飛び38円ですけども、この上で推移しているという、復帰したという形でございます。週足ご覧の通りでですね、まあここから4月からのこの下げのですね、まあ、急反発だったんですけども、この急反発のスピード調整というところで、揉み合ってます。だからこの例えば、まあ、早くてですねこの13週線がだんだん上向いてきてますので、この1、2週、3週あたりのうちにですね、再び、まあ、上に行くなら上に行く動きがちょっと出てくるのかなという動き、気もいたします。原油先物の方は引き続き軟調な動き、戻り売りで下に下げてきたという形でございました。はい、業種別の株価指数なんですけれども、ご覧の通り、内需系、まあ、ここまで動いてきた情報通信とかがちょっと、対トピックスで、弱めになってまして、小売なんかも軟調、不動産も軟調ですね、ディフェンシブの医薬品なんかも軟調でございます。唯一建設株がなんとか頑張っていると
まあ、ただ先週ちょっと金曜日はですね、引けにかけてちょっと売られる動きなんかもありました。まあ、でも引き続きですね、まあ、大手ゼネコンからですね、まあ電気工事、通信工事、まあ、そういうのも含めてですね、道路とかですね、まあ、引き続き、まあ、なんて言いますか、利益確定利益こなした後は一段上に行くような動きなんじゃないかというふうには考えております。外需系はですね、機械なんか出遅れた機械なんかが戻し、ここへ来てですね、出遅れた機械なんかが戻してまして、あとこの課題ちょっと分かりにくくなってますけど、鉄鋼が大きくこう強張っていると、海運なんかも強張ってまして、まあ、出遅れ株中心に戻している感じ、そういう機器の自動車なんかも強張っているという形でございまして、まあ、その外需内需かかわらず出遅れ銘柄が買われているというところです。電気株は引き続き堅調、まあ、定流には業績好調銘柄を買う動きがありますので、その中の電気株の中の業績好調銘柄が引き続き強い動きをしているというところでしょうか。というところで、まあ、ここのところ最近ちょっと見さ、ご覧になっていただいてますけれども、トピックスのグロース指数に対するバリュー指数の推移、まあ、私はよく使いますけれども、このこのグロース指数を100とした場合にバリュー指数がどう動いたか、上向けば強い、下向けば弱いという感じなんですけども、去年の夏からはからですね、イギリスの EU 離脱後、そしてトランプ大統領の誕生からですね、このあたり後半年後半にかけて、バリュー指数が強かったんですね。まあ、大型株ですね、どちらかというと主力大型株、そこから以降はどちらかというと、そのトランプ大統領誕生も織り込んで、逆にグロース指数の方が強くなった。例えばそれは小型中小型の成長株であったり、新興市場であったりなんかが多いですね、 IT 関連株であったり。でここへ来てですね、まあ、ちょっとナスダック総合指数が売られたとかいうのも、半導体株が売られたってもありますけども、バリュー指数がちょっと買い直されている動きになっているという形です。でこれが上に動くとどうなるかというと、まあ、PBR 一倍割れのですね、まあ、鉄鋼とか、まあ、銀行など金融施設とか、それから大手商社ですね、ここのところ動いてますけども、それから自動車、紙パンなどが、まあ、買われやすいという形になってきます。実際そういった動きが出てきているという形ですね。まあ、このトヨタ自動車なんかは、これ PBR は1倍超えてるんですけども、割れてるのは日産自動車とか割れてますけどね。この12月の高値、戻り高値からですね、ずっとこうちょっとここもデコボコしてますけども、こういったおおむねこう下向きのラインを引きますと、ここへ抜けてきたと。でここ先週あたりは出来高も伴いつつという感じなんです。まあ、おおむねこの辺りが平均になってきますので、それをちょっと上回る出来高が数日続いてできて、この辺りを上へ抜けてきたという形です。この5月高値接近してますので、若干ちょっと利益確定より出てますけども、まあ、ここ2番底という形取りましたので、ここは抜けてきやすいかなというふうには考えています。というところで今日はですね、銘柄の方、週間の売買高増加銘柄ということで、先週売買高を増やした銘柄で、そしてどちらかというと、まあ、出直り初めの銘柄をちょっとピックアップしてみました。はい、といったところでご覧の通りです。週間売買高増加銘柄5週平均比ということで、先週の分なんですけども、まず、100人乗っても大丈夫という稲葉物置のですね、国内、物置で国内シェア4割以上持っています稲葉製作所です。こちら、まあ、オフィス家具も売上の3分の1なんかがあったりします。内田陽光に OEM 供給なんかもしているということですね。富岡化工場ですか、新工場のコスト増なんかがありまして、ちょっと今期は減益ですね。今後の、まあ、ジャンプのためにちょっとしゃがんでる状況でしょうか。リケンテクノス、こちらの方は塩ビコンパウンド、塩ビの化合物の会社で、業務用のラップとか建材用のフィルムなんか作ってる会社です。それからフューチャー、こちらは IT システムのコンサルティングとか開発をしてる会社で、最近、まあ、婚活アプリ、結婚のですね、活動、婚活のアプリの会社を買収してます。GTEC と、こちらホンダ系の、車体プレス部品のメーカーであります。それから最近、まあ、意外と、まあ、石油価格ちょっと戻したところで戻しても、その後もちょっと強まってるんですが、三井海洋開発、浮体式、まあ、海に浮かぶですね、原油ガスの生産設備を設計しているということなんです。建造とかリースも行っている会社ですね。それから北川鉄工、こちらの方は自動車向けの部品であるとかですね、鋳造部品、それから生コンプラントなどの土木機械の大手でございます。立体駐車場なんかもやっている。紀藤は工場の向け用のですね、チェーンブロックですね、搬送機械なんですけども、こちらの方が、まあ、
好調ということです。サンデンホールディングス、こちらの方はカーエアコン部品の大手で7割を占めているということで、自動、カーエアコンのほかですね、自動販売機、こちらはコンプレッサーとか使って作るわけなんですけど、自動販売機、それから今年夏暑いですのでね、あと店舗の重機ですね、コンビニとか店舗の重機とかも作っている会社。三軒電機は省エネとかに使うパワー半導体の大手でございまして、自動車向け、電気自動車向けが中心で好調です。リオンはですね、補聴器のシェアトップです。医療用の検査機器とか環境機器なんかにも展開してですね、音響振動計測器、なんかをもやってるんですね。いろいろその補聴器の以外にもいろいろ展開してます。あと、技術を生かしてですね、ウェアラブル端末の開発なんかもベンチャーと一緒に行っているということです。からスタンレー電機、こちらは自動車用の LED ランプの大手で、まあ好調ということですね。それから FPG は船舶コントなどのリース案件を組成して、まあ小口にしてですね、投資家に販売するという会社で、例えば中小企業向けとか金融機関向けとかに売り込むわけなんですね。日産自動車、そしてトヨタ自動車、スバル、富士重工ですね、前の社名がですね、こういったところも出てきてます。今期は減益なんですけれども、割安感強い、まあ、ホワイト利回り非常に高いですし、日産自動車なんかは、12時間3倍率が1倍割り込んでます。東京景気、こちら防衛関連ですね、航空とか航海用の計測機器の大手、急送流通は食品物流の最大手です。冷凍とかチルド冷凍品に強いですね。あとニコン忘れてました、ニコンもあります。一眼レフ、半導体、LCD、液晶用の旅行装置作ってます。テレビ用の、有機ELパネルなんかも製造してます。ジャステックはシステム開発をやってる会社ですね。 AI 関連に強いですね。研究を行ってます。それから大石は産業廃棄物の処理大手、ですね、リサイクル好調ということで業績も2桁増益になってますといったところで、まあ、先週売買高増加銘柄、先ほどのこのトヨタのようにですね、こういったも再び動き出している銘柄が出てきてますので、注目したいと思います。本日は以上です。はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日もありがとうございました。株スタ7110から内藤証券投資調査部、浅井陽三さんに伝えていただきました。